調理前のマッシュルーム。この他にも多くの種類のキノコが栽培され、食べられている。バスケットに入った食用キノコ、食用キノコ食用キノコは、食用とされる菌類の個実体。個実体が、肉眼的な、大きさに成長する、いわゆるキノコと呼ばれるものである。地上や地中で生育し、手で収穫できる。食用か否かは、人間にとっての毒物が含まれているかどうかや、 味や香りが好ましいかどうかで決まる。ある統計では、食用になるものは、キノコ全体の10%以下であろうと言われている。食用キノコは、食用や医薬用として消費される。健康のために食べられるキノコは、メディカルマッシュルームとして知られている。一方、幻覚を模様すキノコは、レクリエーションや宗教的な目的で食べられることがあるが、 これらは深刻な吐き気や質検討式を引き起こす場合もあり、一般には食用キノコとは考えられていない。食用キノコには様々な種類が含まれ、自生するものも栽培されるものもある。簡単に栽培できたり収穫できるキノコは市場で手に入るが、トリュフや松茸のように入手するのが難しいキノコは小規模にしか流通しない。また、調理法によっては、 ある種の毒キノコも食用になる場合がある。野生のキノコが食用か否かを判断する際には、しっかりと同定を行わなければならない。確かな種の同定は、安全を確保する唯一の方法である。多くの人に安全に食べられているキノコでも、個人によっては、アレルギー反応を起こすことがあるほか、古くなったり、保存状態の悪いキノコが、食中毒を起こすこともある。 致死毒を持つキノコがしばしば食用キノコと混同され死亡事故が起こることもある。実際、日本における食中毒による死亡事故の原因のほとんどがキノコとフグの素人料理である。菌類を食べることは古くより行われてきた。1万3000年前の地理の遺跡からは食用キノコが発見されているが、キノコを食用とした確かな証拠が初めて見られるのは 紀元前数百年の中国である。中国人は、キノコを食品として扱うと同時に、医薬品としても価値を置いていた。また、古代ローマ人や古代ギリシア人の特に、上流階級はキノコを食べていた。世界中の多くの文化において、民間療法としての医薬用キノコの他に、霊的な目的で、マジックマッシュルームが使われた。 民族菌類学の研究対象である。商業的に栽培される日本の食用キノコ。左から時計回りにエノキタケ、ブナシメジ、白色ブナシメジ、エリンギ、シイタケ。アンズタケの仲間、ヤマドリタケヘレシウムコーラロズベニテングタケラクテリアス、サモニカラー発達したキクラゲの菌体鏡。人間が食べる様々なキノコのごく一部の実が商業的に栽培。 販売されている。商業的な栽培は生態学的にも重要である。例えばヨーロッパにおいては、アンズタケの仲間の枯渇が懸念されているが、これはアンズタケが人気のあるキノコであるにもかかわらず、栽培の試みが未だ途上だからである。キノコの栽培には長い歴史があり、20種類以上のキノコが商業的に栽培されている。 キノコは少なくとも60カ国で栽培され、中国、アメリカ合衆国、オランダ、フランス、ポーランドが2000年の生産国上位5カ国である。2003年時点では、中華人民共和国は世界で最も食用キノコの生産量が大きい国である。商業的に栽培される食用キノコいくつかの種は栽培が難しく、 多くのキノコはまだ栽培に成功していない。これらの種のいくつかは天然から収穫され市場に並ぶ。季節になると新鮮なものを購入でき、また乾燥したものも売られる。以下のキノコは通常天然から収穫されるものである。多くの野生種が世界中で消費されているが科学的な分析や顕微鏡を用いずに 肉眼による観察で種が同定可能で安全に食えせるキノコは国や地域によって多種多様に存在する。食用可能だと報告されているが流通量が少ないキノコの一覧を以下に示す。ある人にとっては無毒でも他の人にとっては有毒なキノコがある。場合によっては適切な調理を施すことである程度のもしくは全ての毒を除去することができる。 医薬用キノコとして最も有名な霊子数千年の間民間療法として多くの種類のキノコが医薬品として食べられてきた。特に東洋では多数の文献が残っている。医薬品としてのキノコは現在民族植物学や医学での研究対象となっている。腫瘍の成長を阻害し免疫系を活性化させる作用は 約50年間も研究されている。また、血糖値の低下や抗がん、抗病原体等についても、国際的な研究が進められている。近年の研究によって、平たにはもともと脂質効果薬のロバスタチンが、含まれており、また紫外線にさらされると、大量のビタミン D を生成することが分かった。平たの他にもビタミン D を生成するキノコがある。以下は、 特に医学的な効果が知られている食用キノコのリストである。乾燥キノコある種の食用キノコは生のままでは毒があるか少なくとも消化が悪い。そのためほぼ全てのキノコは通常食べる前に調理される。多くのキノコが乾物にされ使用時には湯で約30分程度戻してから用いられる。戻し汁も料理に用いられる。 調理目的でもレクレーション目的でも天然のキノコを正しく同定することは難しい作業でありしばしば重大な中毒が起こることがある。ありがとうございます。